高品質、しかも安い。武士蔵。お名前、フルネームと学年を教えてください。杉本咲です。中央大学の2年生です。もともとの出身地と、出身高校を教えてください。出身地は神奈川県で、出身高校が青森県の東義塾高等学校です。この中央大学を選んだ理由という入学したきっかけっていうのはどういったことなんでしょう。個性を伸ばす指導に魅力を感じ入学を決めたのと、試合とか見た時にやってる選手もそうなんですけど、応援一つになってて、そこが他の大学に比べて中央大学はそのチームワークとかが勝ってるんだと思って、すごい楽しい雰囲気で試合ができてるのがすごい魅力的で。試合は どこで何か動画とかで見たんですか。動画、YouTube とかで一回見てて、ちょうど杉本さんが高校生ぐらいの時っていうのはあれですかね、中大の女子も強化が始まって、はい、次ぐらい実際にまあ入学してみて過ごしてみて、どうでしょう、実際の雰囲気とか、練習環境というのはどんな感じですか。もう思った通りで、男女でもそうなんですけど、女子の先輩方とか、自分今2年生に上がって後輩もできてるんですけど、すごいみんな仲良くてすごい楽しいです、実際試合がちょっとなかった時期も長かったですね、コロナで。そういう時っていうのはどんな気持ちで過ごしてましたか。すごい楽しみにしてた部分があって、自分が入った時にちょうど教科が始めて4年目で4学年揃う時だったので、そのみんなで初優勝っていうのを目標にやってたんですけど、なくて、かなりじゃあ残念だったんですかね。なかなか練習自体もできなかったんですか。できなかった。まあ、今シーズンはやっと大会が始まって、まあ、大会、大学生の大会経験してみて、どんな感想がありますか。応援がない分、ちょっとあまりわからない部分もあるんですけど、でも最初個人があって、その後団体ってなると、みんな応援ダメだとしても、その盛り上げ方、それなりの盛り上げ方とかあるんで、伸び伸びと試合ができるっていうのが結構ありました。そっか、応援が割と魅力的で入ったから、無観客はちょっと寂しいですね。大会の結果としては関東団体が2位ですか。素晴らしい結果かなとも思うんですけど、杉本さんはどう思いますか。優勝を目指してやってたんで悔しいと思いました。あとあれですか、全日本女子選手権も出場しましたよね。実際出場してみて、どんな感想がありますか。開会式ぐらいからもうすごい緊張して、今までにない気持ちがもう上がっちゃうっていうところがあって、でもその舞台で試合ができたっていうのは大きな経験だと思うので、また立ちたいと思いました。大学の大会、その女子選手権なんかも含めて、これからの目標とか夢があればぜひ教えてください。その選手権の方もそうなんですけど、来週の日曜日に全日本の団体があるので、そこでみんなで初の優勝を目指して頑張っていきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。